おはようございます。2月18日土曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあありますね。まあ昨日はね、本当天候が良かったみたいで結構出られてるんじゃないかな。まあ量的には今とりあえず半分以上は埋まってますけどね。まあ、今週に入って一番水揚げがあったんじゃないかな、これで。はい、週末土曜日、よかったです。はい、ということで行っていきましょう。はい、活魚はそうですね、まああまり多くないけどまあまあかなっていう感じですね。一応出荷予定があるみたいですが、はい、こちらは、おお、これはでっかい石がね、これでかいね、60センチ超えてますね。大きい、まあまあ厚みもありますけどね、まあ、正直まだもうちょっとかなって感じですけど、まあこれはすごいですね。こっちにもおりますけどね、石割れ。これも決して小さいわけじゃないけど、こっちが大きすぎてこれはすごいね。こちらは馬面とカワハギも混ざってますね。大きいね、ビッグサイズです。はい、文句言われました。これもでか、これもオスですね。腹パンパン。ヒラメもちらほらありますね。そんなに大きくないんですけどね。これいいな。これはまあまあ、まあまあじゃね。はい、こちらにまたすごいのが、これは干しガレイですね。この干しガレイもこれは結構、やっぱりそうか、ちょっとやっぱ薄いですね。大きさ的にはめっちゃでかいんですけどね。これも50センチぐらいありますんでね、すごいな。ただちょっとまだ薄いです。はい、こちらはおこでですね。トラの子服もいますね。かわいい。はい、言われました。はい、競り場ですが、こんな感じですね。5分目6分目、はい、ここにお当たりが中サイズ、これはオスが混ざってますね。オスもね、重たいですね。当たり味噌はね、正直こっちのオスの方がうまいんですよね、やっぱね。まあここに栄養がいってない分だけオスの方が美味しいかなっていう感じですけど、はい、またこちらの前には白身も、おいよー、長っ。
の出荷前ですね。何が出てくるんでしょうか。サワラかな。はい、今日もレンチは結構ありそうです。昨日ね、昨日のはあんまり値が下がらなかったですね。これでかいね。これはすごい。これは型が揃ってますね。はい、送りの荷ですが、今日も下関は入選はなかったみたいなんですが、まあ荷はね、まあまああるんですが、ほとんどがね、まあ注文っていう感じですね。土曜日なんでね。はい、下関便ですが、おはよう。まだら大きいね。巻き立ち、あー、これは油ありそうね。すごいね。うまそう。ちゃん、おはよう。お、皿1個かい。寂しいな。釣れんやったか。やつか。おお、ビリビリ。やつ。
死ぬ。すごい。よう超えてます。うまそう。あ、小金井今日も少ないですね。ああ、中ぐらい、1キロぐらいしかないですね。これでもすごいでしょうね。何千するでしょうか。タコどこ行ったんでしょう。はい、こちらには、あ、これでかいね。1匹しかおらんけど、めっちゃでかいね、このサワラ。あ、これ大きい。横にはヤズですね。あとは全部ヤズ。ヤズでもこの辺は結構でかいですよね。みんな4キロからこの頭は5キロぐらいありそうですよね。はい、おはよう。はい、ちらほらとね、これ平らぎの柱だけ、大きさはバラバラなんですけどね。まあ数取れないからしょうがないよね。なかなか揃わないんですよね。これはよく見えますけど、これ大きいね。こんな感じでお気に入りされてます。はい、大きなクロソイですね。わずかですけどね、天然の車エビが。あ、大きいね、これ。サイズ、車エビ自体は今まだ全然少ないですね。おはようございます。はい、生後ですね。ビリンビリン、生後ちゃん。はい、これはいいダコ、大きめのいいダコですけど、ここは選別されてますんでね、これはいいがないやつですね。いいなしの要はオスですからね。大アナゴが一匹だけ。トギスがありますね。あ、綺麗だね、これ。めっちゃ綺麗な。数が少ないけど。すごいね。肝臓ビラメですけど、これでかいね。大きい。普通のヒラメが、お、生きてる。普通のヒラメぐらい大きさがあります。あ、こいつはどこまで大きくなるのかな。いいサイズですね。はい、赤貝ですね。こっちが寄り抜き、大きいやつです。これちょっとでかいね、250から300。下の方でも 200g ぐらいありますよね。これはいい値段するでしょう。あるですよね。
高これ。これは少ないですね。あ、でもこれなかなかなりがいいですよね。少し丸くなってきたかな。ような感じですかね。まあ6分目ぐらいまでは出荷されてますよね。活魚もできりましたかね。これこっちですね。こっち平目ですね。ほぼほぼ平目なんですが、おお、これはでかいね。大きなこちらね。しかもこの隣もこの平目でかいですね。これは5キロぐらい、よう超えてます。これ骨が抜け唯一こいつぐらいね。うん、おはよう。あれだ、この大きいこっちの骨を何人ぐらい買うんですか。はい、競り始まります。さあ今日は何買いましょうかね。ひらめが1枚、ひらめが1枚が7点、7点7度からが8点、8点7度からが9点、9点7度からが1万、1万程度からが1万1点。かわいいか。ちっこいね。見つけようですね。美味しいよね、煮たらね。すごい縮みます。はい、今日はね、下関の生き締めのヒラメです。おお、強いね。生かし込んであるからね。めちゃくちゃ強いです。はい、今日はこちらで行きます。はい、萩の天ぶり入ってます。まだビリビリですけどね。はい。仙崎の横はですね、
いいね、鳴りがいいよね。横はですけどね、めっちゃ脂ありますもんね。大きなレンコダイですね、綺麗だね。はい、これが被災地を買ったマズラですね。これはね、結構お買い得やってるんじゃないかな、見方があります。よし、はい、ちょっとね小降りですけど、まあとりあえずね土曜日ですね、起きたかったんで、はい、ゲットしました。はい、それではね、競りも終わりましたんで戻って頑張りたいと思います。はい、土曜日の水揚げ、まあまあありましたね。まあ昨日に比べると今日の方が結構多かったかなっていう感じだったんですが、ただ土曜日週末だけあってね、相場は終始高めっていうか下がらなかったですね、そこまでね。またね、この日曜日が死刑予想で、月曜日がねまた心配なんですが、それでねみんながちょっと買いに走ったかなっていうところもあるんですけどね、どうでしょうかね。また死刑嫌ですねはい、まあとりあえずはね、刺身もねしっかり揃いましたんで、戻ってね作っていきたいと思います。はい、週末土曜日です。今日も一日しっかり頑張っていきましょう。さあやるぞ。はい、それではね戻って頑張りたいと思います。はい、土曜日の水揚げ、まあまあっていう感じでしたけどね、まあでもこの何日か中じゃね、それでも多い方でしたね。はい、ということでね、まあただ少ない日がずっと続いてたんでね、相場の方はやっぱり下がってはきませんね。終始まあちょっと高めっていう感じでしたけどね。はい、ってことなんで、まあそんな中でもね、結構ね刺身もはねしっかり揃いましたんでね、ヒラミもね下関とあとイカシで、萩の方からも結構大きなのが入ってきますんでね。はい、これでバッチリ料理屋さんとお店の用は確保されました良かったです。はい、ということなんですが、はい、ちょっとね、週末天気の方がね、今もちょっとパラパラ雨が降ってる状態なんですが、心配なんですが、これがね明日もちょっと天気が悪いような予報が出てますんでね、本当にさっきも言いましたけど月曜日がちょっと心配ですね。日曜明けっていうのはねやっぱ少しでもねあると助かるんですけどね、ないとねなんかこうガクンとショックが大きいっていうか、まあまあしょうがないですけどね。はい、ということで、まあとりあえず週末です。今日もね一日しっかり頑張っていきましょう。はい、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さあ今日も作るよ。はい、お店到着です。今日はねちょっと天候が良くないですね。曇ったり降ったりっていう感じかな。どうなんでしょう。はい、まあ土曜日です。しっかりね作っていきたいと思います。はい、よいしょ。あ、おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。おはようございます。はい、今日もよろしくです。おはよう、中ちゃん。寝た、ちゃんと寝たならええけど早いなぁ、ね、ロボットより早いねサイボーグか。そう、サイボーグや。はい、生牡蠣をフライにしようね。はい、美味しいよねやっぱ。やっぱ生をやらなくっちゃ。牡蠣フライ。
食べたい。でかさなんこれ。すっごいねこれ。何キロある？ちょっと目方が見せない、うん、みんなで当て1個しようか。じゃあ一番近い人に俺がスイーツをおごっちゃう。すんごいね。ちょっとスギちゃん尻尾の方だけ持ち上げて、どのぐらいでかいか。これはね、12.3 ある。おお、1、2、3って言ってきた。おお、でかモテるもん。米より軽い。米は 9.。 じゃあ後でみんなで投票しましょう。野口くん持ったらね、大きく見えんからね。うわー、怖い。10キロの、いや、ない感じがする。お米の感じを、あれ10持ったら感じやろね、持てるもんね。8.10 なんかお米の方が重く感じる。持ち方だね。まだまだみんな青いの。本当ですよ。10.2。これは 10.5。 8.7。 このぶりより重たいと思うよ。8.2。 箱を下に下ろしてそれから乗せばいい。切り上げで10キロでええじゃん。俺の10キロのが近い。残念ながら。じゃあ俺がスイーツ獲得じゃん。はい、全部作るよ全部。ねえ、このね太鼓がすごいんだよこれ。この厚みが。うん、すごいね。はい、これを下関もあるんだけどね、 3.8 キロぐらいのが、こいつも潰していきます。いいね。うーん、来た。上手になったね野口くん、死ぬ気ね。
パパパと動いた。痛かったね。今日は難しいや。今はね、13時30分になりまして、はい、今日はね、10キロのヒラメをさばいてもらったのをみんなで試食したいと思います。食べよ、食べんでよ、あと10キロ、あと10キロ食べね。いただきます。ちょっとね、お菓子がね、食べたらいいやん。帰るもん。うん、お疲れ様でした。はい、分けて。分けるといいんでしょうか、せんにゃん。分けて、持って帰ったらいいじゃん。うん、好きにしたら。はい。いただきます。どうぞ。いただきます。うん、え？うん、ありがとうね。ご飯もから見て元気なじいちゃんね。あ、おばちゃんさん、あ、僕のこと。めっちゃ食べる。めっちゃ食べる。今ね、横浜からね、車で運転してね、来ちゃったお客さんと目が合って。食べたいけど、行ってもらうね。あとみんなの分もちゃんと置いとこうと思います。ごめんなさいね、美味しかった。あとゆっくり食べよ。ほっとりして食べやすいひらめでした。よかったら、あ、今の時間あるよ、まだ。またね。またね。では、あ、おがいちゃん、今日ラインナップお願いしてもよろしいでしょうか。本日の先日土曜日、曜日間違えるのよ。じゃあ今日はいいですかね。はい。今日は何曜日？本日は8月の、あ、待って待って、間違えた。12月、8月。じゃあ、撮り直して、本日は、2月の18日ですね。そうでしたっけ。では、2月の18日、本日のラインナップを。今日はね、はい、あのお客様がね、あの今あの、ちょっと黙ってもらっていいですか。今日、横浜から車で、本日のラインナップです。お刺身、サワラ、タイ、
ヒラメ、あ、これがね、萩さんの10キロのヒラメです。あっさりしてね、あの食べやすいヒラメでした。皆様、ちょっとこの時間だと難しいんですけど、お買い物際にありましたらぜひ食べてみてください。萩さんよ、萩さんね、はい、横はマグロ、サンブリ、アカウツ、貝柱からの島味からの水刺し、ナマコ、本マグロ、カキ、カレーレンチョウ、どうもすいません、ちょっと一般的なお魚です。カキ、キツネカレー、レンチョウ、ちょっと気になるんだよね。鮭、甘口、脂乗ってます。赤目ってのどぐろ、あたりが、あら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 、お客様が今日はね、いっぱいご来店してくださって、お声掛けをしてくださってます。ありがとうございます。キタリガニね、レレンちゃんの白子、ナスは、タチウオ、かわいいね、エビ、ハシ、ありがとうございます。いらっしゃいませ。じゃあお惣菜いくね。卵焼き、白あえ、かた揚げ、ナス、キツネカレー、エンタイ、これね、意外と美味しいの。イワシバーグ、イワシのフライ、エビフライ、サバ、カキフライ、これ車エビのフライ、美味しそう。でもこんなに大きくてこの値段もね、なかなかお買い得だと思いますよ。これはね、手作りのカキフライ、手作りなので、生のね、カキを揚げてるのはちょっと不揃いですけど、美味しいですよ。タイマーラーに行ってね。で、明太子のクリームフライからのグラタンコロッケ。で、レンコダイの南蛮漬け。これも今日出ました。はい。あら、ありがとうございます。いかね。昼過ぎなんですけど、よう出ました、お惣菜。雨ね。これまで私も何度か目にしたことはありましたが、ここまでのものは初めてです。まあご覧くださいませ、びっくりするよ。あと時期がいいですが、銀杏も入れてます。銀杏、銀杏も入れてます。茎も入ってます。これは時期は外れてますが、製法があるのか、とってもパリパリしていて美味しいです。高島、いつもなんか丁寧な、なんかって言っちゃうけど、なんかっていう癖があるのね、今の若い子って。まあ若くないんだけど、なんかって。いつも丁寧なお手紙をありがとうございます。それではこちらのびっくりするというものを僭越ながら
ってあるよ。なんだろう。なんだと思う。わっ。同じ反応するけど。ちょっと待ってよ。ちょっと一度見てみようや。ちょっとみんな同じ反応すると思う。私と同じ反応すると思う。うん、びっくりするもんが入っちゃって。3、2、1。おお。何これ。びっくりした。びっくりするやろ。すごい。カチューシャみたい。髪につける。わかる。あの。なんかね、布袋さんの頭の上のちょっと見た。大イチョウじゃん、これ。こうやね、お相撲さんのこれ。1。これちょっと持って、これやってあげる。あの、やらねば。やってるよ。すごい、これ。イチゴは分かったけど、大きさびっくりしたね。これさ、みんなびっくりしてた。うん。いくよ。これさ、顔ぐらいあるよ、絶対。ちょっと分かんないでしょ。箱から出してみるね。ほら食べたい。わこれかわいい。かわいちゃんこれ見て、かわいい。あ、これはあれだ。ちょっとまず見てるの。すごい、これ、これすごいいい匂い。これちょっとみんなで分けて切って食べなきゃね。ほんとびっくり。なんだこれ。これ見て、このイチゴ。すげえ。これ。あ、ほらほら、ディズニー、ディズニー。そっちまで行ってない。すごい濃いね、それ。ミッキー。何？何や？何やじゃんこれって。ちょっとあの、あと切っていただきましょうよ。何ちょう？さ、さ、さちのかが。宇都宮、あ、名前やったこと。いっぱい入ってたの、テレマの。0.7、ノート、1週間。みんなのこれさ、封筒に入れてチンしたらいいんだろ。甘い、甘い、すごい甘い。あの水分はそんなないんだけど、すごい甘い。甘っ。重た。大丈夫かった。お餅が入ってたよ。お餅。うわあ、すごい、これ同じもんじゃん。1人使ったある。すごい大きい、これ2枚で。これも同じ、いちご甘かったね。ちょっと流れが垂れちゃった。すごいね。いっぱいありがとうございます。すごい珍しいもんばっかり。みんなでいただきますね。はい、すごいね。これ好き、銀杏。銀杏、カラドラって油なんで。はい、お願いします。これはね、みんなのですっごいいっぱい入ってる。またお電話して予約してくれたよね。お父さん、ありがとう。ありがとう。塩パンクリーム入ってる。はい、いっぱい入ってる。これね、チーズとレーズンとドライフルーツが入ってますね。あんぱん、クリームあんぱん、クリーム塩パン、クリーム塩パンで、いっぱい入ってるじゃん。あ、うちの好きな食パンだ。あ、みんなの好きな。お父さんが大好きなんだよ。これ3本いっちゃう。いっぱいだね。あ
ありがとうございます。いつもお父さん。また嬉しいよ。今。で、また。皆様、今週も週間お疲れ様でございました。コメントもちゃんと読んでおりますので、はい、そして今日はね、いっぱいね、県外の方がね、お客様が来てくださって声をかけてくださいました。ありがとうございます。横浜、奈良、北九州、ありがとうございました。皆さんもお近くまでお越しの際はぜひ来たらいいよ。ありがとうございました。はい、本日もお疲れ様でした。また来週お会いしましょう。しましょう。さよなら。さよなら。さよなら。おやすみなさい。見て、この子めっちゃ可愛い。ね、食べるようにくれたらしいんだけど、かわいいからこの水槽の中で元気に泳いでもらってます。ほら見て、こっち見よっけ、かわいい。これ名前何する？名前ブーコでか、ブーコ、かわいい。こっちずっと見る、ブーコです。うちの妹、よろしくお願いします。ブーコです。あたいの名前はブーコ。みんなこれからよろしくね。食べられるその日までよろしくね。じゃあね、バイバイ。おさみさんどう？超うまこれ撮ってるからね。嘘だ本当だよ。おいしい、幸せそうだね。わかる。だってさ、はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。何も食べてないよ。もう2時だけど、2時回ったけど、どうするん、おばあちゃん。今日蒸すね。いいよ。どうするん、こんなことだって中途半端な。おかえり。どうするん、おばちゃん。はい、はい、お疲れな、おばちゃん。お疲れ様。お疲れ様。いないよ、私妊婦じゃないよ。食べな、おばちゃん。パンが嫌よね。酔っちゃるよお母ちゃん見ようだけないの、酔っちゃう。うちの妹、これね、じき食べるからこれ私の食料だからね、手出さないで。かわいい、かわいいよね。お腹空いてんじゃない、さっきの食べた。うん、うん、食べた。野口くんは掃除したんで。あ、そう。食べるかね。絶対食べないと思う。うん。分からんけどね。絶対とは言い切れんけど。可愛いよね。うん、おばあちゃんが来週来るまでには頑張って生きてたらいいんだけどね。またね。可愛い。またね。可愛い。癒し系じゃん。可愛い。名前つけたら食べれるようになるけどね。どうしようかな。やっぱキャサリンがいいかな。ブーコかっこ妹。あ、そっか。ブーコかっこ姉。キョンキョンしたら妹アピール。キョンキョン？
キョンキョン。キョンキョンかっこいい妹。ああ、はるなにしようか。はるな。またね、月曜日。